はい、ラメのねパウダー塗って、その上に今日クリア塗りました。でこれを塗ったんですね。ラメフレークパウダー 0.2mm で、 0.2mm ってすごいちっちゃいように見えるんですけど、実際ね塗装してみるとねかなりねデコボコするんですよ。でこれ今ねちょっと分かりづらいですけど、表面がねすごいデコボコしてるんですね。でこれ垂らしちゃったとこで、こことここも研いで、であと表面ね実はすごいデコボコしてるんで研ぎました。で研いで今からクリアを塗っていきます。で今日はねクリア塗ったところまでで、その後のね最後の研ぎと磨きはもうアップすることはないと思います。最後ね私の PCX ちょっと倒れちゃって右側に、でスクリーンも割れて、ボディのね白なんですけど、カウルがね2つほど傷ついたので、でそこ交換する動画今度あげますので、その時にね一緒にこれもくっつけて仕上がった状態でお見せしようと思います。でクリアね今回これね10層ぐらいもう思いっきり上にね乗っけました。で多分ねそれで研いでね磨きかければツルツルになると思うんですよ。でほんとね 0.2 ミリでも1回2回のねクリア塗っただけじゃね、ツルツルになるとこまで持ってけない感じですね。で私今度ね 0.8 ミリ試してみたいなと思ってるんですけど、で今日これは1回ね塗った後にペーパーがけでね今研いである状態なので 0.2 ミリ丸々出っ張ってるっていうのは多分ないと思うんですけど、さっき半乾きだったんですけどね、ちょっと指で触ったら、まあ、そんなにね、デコボコしてなかったんで、多分磨けば取れると思います。で、直射日光当てたらね、すごく光るのかなと思ってたんですけど、直射日光よりも蛍光灯とか LED のね、電気が当たった方が、すごいキラキラするんですね。で、これいつもガレージで、そのまま、乾燥させてるんですけど、ガレージの中夜とかね見ると、まあ、蛍光灯少しついた状態とかで見るとねすごいキラキラするんですよ。だから日中よりもね夜の方がねもしかしたらすごく外走っててもね目立つのかなとは思います。で全面的にこうフレークをね振り付けてはいないんですね。多分 60% ぐらいは振りかけてあると思うんですけど、下地もね 40% ぐらい見えてる状態だと思います。でこれ今ねシャッター閉めて蛍光灯と LED のライトなんですけど、こっちの方がね全然こう光るんですね。次はね、完成した、して取り付けた動画になると思うんですけど、もしよかったらね、ぜひ見てください。どうも見ていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。